はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらでございますね。仮面ライダードライブのデラックスシフトデッドヒートセットですね。こちらですね、シフトデッドヒート、仮面ライダードライブの新しいタイプだね。仮面ライダードライブタイプデッドヒート、タイプデッドヒートに、ね、なって、マッハの方はですね、仮面ライダーデッドヒートマッハ、これに変身するためのシフトカーだね。それと、シグナル危険が入っておりますね、一緒にね。この前ね、我が家ね、このマッハドライバー炎がね来ましたので、これで音声確認することができるね。サンタさんからもらったドライブドライバーもあるしね。タイプ開けてみましょう。タイプ開けてみましょう。じゃあまずシグナルチェーンがこんな感じだね。すごい。はい、こちらがシフトデッドヒートですね。サイドカーになっております。こちらがメインのバイクで、こっちがサイドカーだね。で、このバイクの方がどことなくシグナルバイクのマッハにちょっと似てるかなって感じ。違うか、色が近いだけだね。そしてこちらのサイドカーの方はどことなくタイプスピードに似てるかなって感じだね。ドライブとマッハの合体系っていう感じかな。ここの、バイク部分をこうやってね、くるりんとして収めることができるね。これが完成形か。こうやって見るとかっこいいね。いいね。うん、かっこいい、未来的すごく。それでこの後ろ側なんだけど、シフトアップするようなギミックはありませんね。だからカチ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 、これはできない感じかな。マッハとかと同じタイプだ。そうだね。そしてこちらがシグナル危険だね。すごいねこれ、中がキラキラで、キラキララメ入ってて。ではちょっとドライブドライバーとマッハドライバー炎に入れてちょっと聞いてみようか。まずはどっちから行こうか。ドライブドライバーか。もうかっこいいじゃん。かっこいいのゼルト。初めて聞いた。じゃあ必殺やってみてください。あ、特に必殺とか言わないんだね。あと残念なことにこれシフトアップできないからこのまんまだね。残念。これちょっと残念だね。オッケー。では次マッハドライバー炎いきますね。マッハドライバーいくよ。シフトデッドヒートセット、シグナルバイクシフトカー。おすごく、ライダーお、いいじゃん。うわ、すごい。いい音楽流れたよ。じゃあ。しかもここほら、デッドヒートのマーク見えてるし。ちょうどね。じゃあ、これは、ここ。シフトアップはできそうじゃない？ファースト、デッドヒート。お、いいじゃん。これは？この音声いいね、すごくいいと思う。バーストって言うしね。じゃあ必殺やってみてください。この音楽いいな。あーでもいいね。もういいじゃん。ドライブドライバーよりもやっぱマッハドライバーの方がいいわ。全然違う。全然違う。危険に。じゃあ危険入れてみようか。シグナル
チェーン。そっか。完璧。シグナルバイク。シグナル交換。チチェーン。いいね。シグナルバイクっていいね。なんかこのデザインの感じがすごいいいわ、うん、この窓から見えるだけじゃなくて、ここにねバイクが映ってるっていうのもすごいいい感じ、うん、あ、これちっちゃいのモンスターまであるし、そう、うん、あ、デッドヒートに交換してるとバーストっていう、そうだね、うん、なるほどね、うん、お疲れ。はい、ということで今回は仮面ライダードライブのデラックスシフトデッドヒートセットでした。